女募集。たくさんのご応募ありがとうございました。かなりの手応えを感じたものの、まだ佐野智則を満足させるレディースは現れていません。そこで夏真っ盛りチキチキ大幅条件ダウンキャンペーン、もう甘々です。これは応募するしかありません。以前からの条件にプラス30代バツイチ子持ちも応募可能になりました。それではバツイチ子持ち女性と佐野智則の同棲シミュレーション映像をご覧ください。おい、ちょっとこっち来い、この野郎。バカだろ、お前。おい、お前のママよ。なんでお前のパパと別れたの？俺にだけ言えよ。今、ママ、お前、スーパーへ買い物行ってっから、教えろ。あの女言わねえからよ。こっち来いっつって、こっち座るっつってんだよ。俺よ、お前の母ちゃん好きなんだけど、俺でいい？嫌なの？じゃあお前出てくしかねえな。お前養護施設行きだぞ、この野郎。お前ちょっとこっち来いよ。俺よ、お前の母ちゃん好きなんだけど、付き合っちゃうと思うんだけど、お前俺のこと好き？あ、嫌い？じゃあお前明日から養護施設、この家から出てって。お前じゃあ俺と仲良くするか？ねえさあ、ママ仕事行ってんのになんでいつも家で画面に向かって喋ってんの？うるせえこの野郎、外行って遊んでこいよこの野郎。おい、いいんだよ俺ここで横になってる。そこ僕のソファーなんだけど。お前のソファーなんかないのな？あった？てめえ俺に喧嘩売んじゃねえぞクソガキ、この野郎。向こう行ったらバカ邪魔すんじゃねえよ。ガキに立場なんかあるわけねえだろお前。頑張って言うこと聞いたらいいんだよ。お前殺すこの野郎。さあ、あなたも子供を道連れに壮大な黒歴史を歩んでいきましょう。待ってるぜ。